キリストイエス様、キリストイエス様、本当にありがとうございます。こんなに綺麗な、そしてこんなに温かい主の愛を、賛美をありがとうございます。イエス様、どうぞあなたの白い旗の願いが全地になりますように。すべての作られたものが主の御前にあなたを拝する、そんな時、主よ、あなたが働いてくださるように感謝して、イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。僕の名前は阿部めぐみと言います。父親が牧師で、姉が直美で、僕がめぐみで、弟が伊作で、親はいいですけども、まあそんな人生でありました。関東の大学を出て、神奈川で教会の牧師になりました。その後5年間ブラジルに宣教師として使わされて、日本とブラジルの教会で合わせて10年間過ごしたんです。当時僕が所属していた教会は、癒しは聖書の時代で終わっているよ、現代にはありませんよと教え、僕もそう信じてそう教えていました。ところがブラジルの生活で僕は激しいストレスで心臓を悪くし、お医者さんからあと2年3年の命ですと言われたんです。大きな病院で検査を受けるためにサンパウロに行ったんです。検査は月曜日で、日曜日は友達の教会で礼拝を守りました。すると、こう上の方から何か温かいものが、こう螺旋状のようにぐるぐるとこう下ってきて、僕の頭から肩に、そして腰にこうすっぽりこう包むように流れてきたんです。そして心臓がですね、何か外から誰かが手を入れてこうマッサージしているように、とっても気持ちが良かったんですね。そして僕だけがもう汗がね、もう滝のように流れていました。自分は今イエス様の手だったんだって信じています。翌日検査に行くと、何の異常もなかったんです。癒しは現代にはないと信じ教えていた僕が、なんと礼拝の中で癒されてしまいました。僕はブラジルで心臓の癒しを体験し、聖霊に出会い、生きた神様の愛に出会ったんです。イエス様が生きて働いておられることが本当に嬉しくて、そのことを証ししまくりました。その頃教会に来ているご婦人が癌になりました。胃の癌だったと思います。コロニアでは農業をしているので、癌になると農機具、トラクターやその付属の器具とか売って費用を作らなくちゃいけないっていうことがあって、もうみんな癌は怖かったんです。礼拝の中でみんなで祈りました。サルバドールから深夜のバスで隣の州都レスイベの病院に行くと、先生は癌はありませんって言われた。
祈っていた私たちは分かりましたよ。すぐに神様が癒してくださったんだって、そのことがすぐに分かりました。本当に神様はすごいな、教会中でお喜びです。ところがやっと生きた神様の愛に出会ったのに、主を喜べば喜ぶほどに僕は問題視されて緊急帰国することになりました。主が僕の心臓を癒してくださったのに、教会は癒しを信じていなかったので、それは喜びではなくて解雇の理由になったんです。悲しかったですよ。地球の裏側までですよ。家族で行って、そして集まっている人に聖書を開いて、そして聖餐式を守って訪問をしたんです。悲しかった。誰にも理解されずボロボロでした。僕は阪神淡路大震災が起きた年の1年前、1994年6月に帰国しました。その年11月に僕はその教会から解雇の連絡を受けて、これからどのように生きていけばいいんだろうか、一人誰にも言わずに祈っていました。すると不思議な導きで子羊の群れの礼拝に参加するようになり、美津子さんに祈ってもらうことになりました。私が私が拾ったものよ、私が用いようという言葉を美津子さんが神様からの思いとして話してくださったんです。その言葉が心の奥底に染み込んで癒されたんですね。当時2号線の芦屋の街道に礼拝守ってたんですけど、もう隅っこでね、ひざまずいてこなえていました。どうしてなんだろうか、誰にも言ってないのに、教会に捨てられたのに、その僕を神様が拾ってくれたんだ、そればかりか、もう地よ、そう言ってくださる神様の愛の深さにですよ、泣いたんです。今年1月、荒れ果てた地にキリエという賛美が与えられました。この賛美によって神様が僕を拾い上げてくださった愛、十字架の愛がどれほどのことだったのか改めて知ることになりました。風の教会で荒れ果てた地にキリエを賛美している時でした。荒れ果てた地に崩れ去った建物の残骸に響く声がある。キリエエレイソン、神を憐れみたまえ、我らを憐れみたまえ、という歌詞にまるでイエス様が荒れ果てた地を見ておられるようなイメージが広がりました。そして僕の心に浮かび上がって見えたのは、1995年阪神淡路大震災が起きた直後の南芦屋浜でした。この教会が建っているこの埋め立て地です。それじゃあ当時の写真を見てもほしいと思います。3枚あります。お願いします。地震が起き、崩れたものを運ぶトラックの様子です。もうこんな光景が1ヶ月、2ヶ月、3ヶ月もうずっと続いたんです。次のこの写真は、このトラックから瓦礫が下ろされ、そして積み上げられていた様子です。じゃあ次の写真もお願いします。そしてその瓦礫はもう自然発火して
煙が至るところから立ち上がっていました。はい、ありがとうございます。この年、僕は南アーシア浜でガードマンのアルバイトをしていました。防塵マスクをつけて、トラックがもう2時間待ちで列を作って並んでいるのを誘導していました。市役所の資料によると、トラックが約10万台分、約100万トンのがれきの集積場になっていたのが南アーシア浜でした。ゴミがそんな風に燃えていたんです。もうゴミが10メーターにもこう積み上げられて、こんなゴミ一体どうなるんだろうかって考えても分かりませんでした。南アーシア浜は埋め立てられるためにこのがれきが使われ、がれきの集積場だったところに風の教会が立ちました。じゃあ、ここで風の教会の写真を2枚見てもらおうと思います。これは外観ですよね。そしてじゃあその内側のこういう中ではこんな礼拝が守られている。はい、ありがとうございます。風の教会が立ったんです。この賛美をしていると、僕はあの時すでに南アーシア浜に使わされていたんだ。当時は何もわからなかったけれども、風の教会が立つために必死に賛美し祈っていたんだな、そんなふうに受け止められるようになりました。誰があんながれきのゴミ集積場に風の教会が出現することなんて、出現することを考えることができたでしょうか。誰もいなかったけれども、風の教会ができる前、美津子さんは一つの幻を見られました。それはボロボロのイエス様が南アーシア浜を歩いておられる姿です。イエス様はこの地をあがなうために風の教会の完成をあらかじめ祈っておられたのだと信じます。僕はこの瓦礫を見ながら、この瓦礫の山は、その一つ一つの瓦礫は私たちの悲しみ、痛み、絶望の塊だ、諦めの姿そのものだと思いました。だからよくも神様はその絶望のど真ん中から風の教会を出現させてくださったんだって、心の底から感謝しました。ということは、私たちの人生の悲しみや痛みや絶望の上に風の教会が立ったのだと僕は信じました。僕は阪神淡路大震災の前の1994年6月に、神様がブラジルから日本に帰国させたのがどうしてなのか分かってしまいました。神様は僕を、そして皆さんを、この風の教会の働きのために、宇宙礼拝のために、ブラジルから、そして拾われたそのところから日本へ、この風の教会へと結びつけてくださったんです。それが例の核心となりました。荒れ果てた地にキリエの賛美をします。
荒れ果てた地に、崩れ去った建物の残骸に響く祈りがある。本当でした。たくさんの被害を受けられた方々の悲しみに、癒しの光が、それも温かい、すべてを溶かし、癒してしまう。そんな命が、風の教会から、確かに届けられていることを信じないではおれませんでした。そして今年1月17日、阪神淡路大震災記念の祈り会が持たれました。地の癒しの祈りの中で、主の願いがはっきりと迫ってきました。絶望のただ中に、十字架の愛はあるんだ。宇宙礼拝が風の教会に現れたのは、天に帰った方々と地の癒しを祈るためだった。風の教会完成後、主が語ってくださった解き明かしがあります。写してもらっていいですか。私は待っていたんだよ。天にいる者が地の者と共に礼拝することを、そのような礼拝のできるところを、礼拝できる時を待っていたんだよ。はい、ありがとうございます。これが風の教会に託された神様の願いだったんです。今年2月6日未明、
シリア国境に近いトルコでマグニチュード 6.8 の大地震が発生し、5万人を超える方々が天に帰られました。また今年は1923年大正12年、その年に起きた関東大震災から100年の節目に今年は当たります。火災で焼け野原となり、10万人を超える方々が天に帰られました。瓦礫だらけの南芦屋浜に賛美が満ちて血を癒したように、今その最も被害のあるトルコとシリアに、100年前の関東大震災でしたけれども、そこで受けた悲しみと痛みで今でも癒しが必要なところに、そしてウクライナヘルソン州のダム決壊の被災地に、今いろいろなところで地震が起きていますよね。南海トラフ巨大地震を起こす地下のエネルギーが緩やかにされますように、そして小さな子どもたちでも食べるものがなくて困っている子どもたちがいると聞きます。主の賛美が、命が届けられてほしい。天と地で共に賛美する賛美が届かないはずがないと信じます。崩れ去った建物の残骸に響く祈りがある。絶望と悲しみに打ちひしがれている痛む人々に、痛む地に、地中に、主の慰めが、癒しが満ちますように。癒しの流れのアレリアを一緒に賛美したいと思います。この賛美は最後に立体賛美となります。
この賛美の中に天の人たちも一緒に来て賛美をしておられたんだって、まあ、本当に思いました。僕は主の愛に出会い、子羊の群れのスタッフになりました。昨日の夜祈ったり考えていろいろしたんですけど、あんなこともあったかな、自分は子羊の群れのスタッフになる前にこう研修生の申し込み用紙っていうのがあるんですけど、当時僕も受け取って奥さんも受け取っていたんですけど、なんか朝かお昼かご飯を食べていたんです。でその時になんかランララランとか言って、私出しちゃったって言うんですよね。ランララララン出しちゃったって申し込んじゃったのって言って、で僕それ聞きましてね、もう出しちゃったの、僕に相談ないの、どういうことって、なんかこうすわーっとなんか怒っちゃってですね、で傷んじゃいましてですね、あの家出したんです。で家出はしたんですけど、初めて家出したんでどうしていいかも分かんなくて、その日のうちに帰りました。まあ本当にあのそんな小さな男なんです。子羊に来てから前の教会のように前の教会にしてあの解雇されたんでね、捨てられないように自分がこの子羊の群れで用いられるにはどうしたらいいのかなって自分はね考えていろいろと葛藤していたんです。主に向かうと今までね牧師で持っていたような、資格とか経験とかね、プライドはいらないよって、昔教会に行ってたらば、なんか自分なんかよく聞いたのはね、はーいってこうやってなんか先生はこう手を出すんですよね。はい、礼拝を守りましょう、献金を守りましょう、ご奉仕もです、それから伝道もですって、なんかこう5つぐらいこう言われて、あでそれをなんか守ることがなんかすごいあのいいクリスチャンになるかなと思って頑張ってたようなことも同時に思い出しました。研修でピーター先生から牧師としてではなくて一人の男としてそのままの君で主に向かってみなさいって言われたんです。主に求め、そして考えて考えても自分はあの分からなかったんですね。そんな僕に賛美が語りかけてくださいました。まあ語りかけてくださったっていうか、本当にもう飲み込まれるようにだったんですね。2000年に光子さんに天の賛美が与えられ始め、お清光の賛美はその初期に与えられた賛美でした。お清光を放て、お清っていう賛美なんです。僕はこの賛美大好きでね、なんか分からなかったんですけど、いつも歌いながら涙が流れてました。その賛美の愛の中で劣等感の塊で優越感の塊である自分の姿が見えてきたんです。自分が劣っているから愛されるために必死で頑張るものだったんです。そのことが分かった出来事がありました。ある日一人部屋の中で礼拝をしていました。お清光を放て、賛美をして祈ります。そしてまあなんか涙がドワーッと流れて、お清ってまた涙がバーッと流れて、そんな風に祈ってたんです。お清の響きが自分に本当に深くね迫ってくるんですね。神様が僕にお清光を放てって言われても、無理です、起き上がれないんです、
何が何だか分かんないんです。あなたに用いられるためには丸々もできて丸々もできないといけません。でもできないんですよ。柱になるものがつかめないんですって答えていました。その時の僕はとっても起き上がれるような状態ではありませんでした。それでも起きよって響いてくるんですよね。どんなことを思ってもね、起きよって響いてくるんですよね。手元にあった聖書を開くんですけども、そんなふうにイエス様と押し問答をしていた時に開いた聖書の箇所がイザヤ書の52章の箇所だったんです。パッと持ってパッと開いたらこの箇所でした。聖書の箇所を写してもらっていいでしょうか。私のしもべは繁栄し高く上げられる。ところが彼を見て多くの人が驚く。遠い外国から来た者や王はその前に出ると言葉もなく牛のように黙り込む。今まで一度も見たことのないものを見、一度も聞いたことのないことを理解するからだ。彼らはひどく打ち叩かれて血まみれになり、とても人間とは思えないほど顔形の崩れた私のしもべを見る。だが彼は多くの国の人々を清めるのだ。この言葉が僕の魂の深くにドーンって入ってきたんです。それでは起きよ光を放ての賛美をしたいと思います。起きよ光を放て、起きよ叩かれて血まみれになり、とても人間とは思えないほど顔形の崩れた
私のしもべを見る。この言葉が僕の心にズドンと響いてきたんです。するとその場は静けさが満ちて漂っていました。僕は2000年前のゴルゴダの丘に建てられた十字架の下にいました。男が十字架にかけられていた。聖霊が僕によく見てごらんというので見てみると、それは僕でした。打ち叩かれ、顔形が崩れてなかった。血だらけだった。傷だらけで傷そのものだった。ひざまずき、聖なる恐れに触れて、僕の腹の底からもう聖なるものに、ものを見てしまった。その恐れで腹からため息が止まらなかったんです。僕の人生で初めてそんな光景を見たんです。イエス様の十字架の前にひれ伏して、ああ僕は知らなかった、自分がそんなに傷んでボロボロだということを。今まで僕は良い人間で、優しい夫であり父親だ、優しい良い牧師だと思っていたんです。でも嘘でした。真っ赤な嘘でした。真の本当の姿を見たからです。イエス様が僕の悲しみに、痛みにそのものになってくださった。それが分かるやいなや、腹からふわふわっと、何か分からないけれど湧き上がってきて、愛されていた、一人ではなかった、嬉しいな、神様を賛美したいな、恋愛したいなと抑えられない喜びがいっぱいになりました。荒れ果てた地とはまさに僕自身のことだったんです。そしてその僕に神様が言われた用いようということが具体的に分かった出来事があります。ちょうど2020年風の教会で行われた黙示録20周年コンサートに向けての練習のことです。コロナ禍で賛美隊の人数はもう半分以下になっていました。もう2ヶ月ぐらい練習が進められていました。コンサートでは一曲の賛美をするのにも、こう順番が、誰が歌いましょうねっていうのがあるんですけど、もう2ヶ月もそんな練習が進んでいました。そんな練習に光子さんが来られて、賛美の響きが弱いのでメンバーを増やしましょうって言われたんです。安倍チン入ってって言われたんで、と思って、はいって言って、そして僕は突然賛美隊に加わることになりました。練習をしていなかったので、美津子さんは楽譜を持って、立ってるだけでいいからねって言われたんです。練習が終わって、その録音を聞いていた音響のメンバーが、安倍チンが何も歌わないのに、ただ立っているだけなのに、全体の賛美が満ちて響いて整ったって、もうなんかみんな嬉しそうに話してるんですよね。光子さんに語られた言葉、私が拾ったものよとは、悲しみと孤独から拾い上げたということでした。用いようとは、主の前に何の資格も賜物もいらない、何もしなくて頑張らなくて、ただ立っているだけの存在で良いということだったんです。
何かをするとか何かができるというのではなくて、あるがままただ主を喜ぶ存在が必要だったんですね。僕の存在が賛美とされたということだったんです。その主の願いに出会いを直せたことは根こそぎの癒しでした。それは主の十字架があったからです。その十字架を思いながらイザヤ書53章の賛美をしたいと思います。昨年の12月、白い鳩35周年記念礼拝でピーター先生は
白と黒の十字架のことを話されました。白と黒の十字架の絵を用意したんですけども、ちょっと見てもらっていいでしょうか。黒は罪を、白はキリストの命を表します。ピーター先生は、キリスト教会は2000年にわたって苦闘し、肉は悪いものだ、これを潰すことが神様の願いなのだと誤解してきたと話されました。僕は今まで、写真ありがとうございました。僕はその肉は悪いものと思っていて、邪魔なものだと受け取っていたなって分かりました。自分の信仰生活では、自分の罪に出会うと悔いて反省して、自分の罪を隠そうとしたり、断食して乗り越えようとしてきました。肉は罪は、肉体は悪いものだ、潰すことが神様の願いであり、神様に喜ばれることだって思っていたからです。でもピーター先生が礼拝で話された白と黒の十字架とは、十字架の救いを得るのに、人には黒い横棒、つまり肉体も必要なのだ、肉体は必要なのです、罪は必要だ、本当の神様の優しさを知るためにイエス・キリストはそれを示してくださったのだ、神の子としてすべての人の罪を許すために。その言葉は僕にとって革命的な喜びでした。完全に捨てられた瓦礫のような僕は、まさしく黒い横棒、その肉が、僕の罪が、十字架の願いが完成するために必要だった。風の教会が完成するために必要だった。感謝が心から湧き上がってきたんです。自分の肉を見て、だからもう潰そうと思わなくてもいいんだな、消そうって努力しなくてもいいんだな、痛み切った傷だらけで真っ黒なボロボロの自分、その瓦礫も主の十字架がなるために必要なものだったんです。私たちが主に拾われ、拾われたすべての出来事が、その悲しみが、叫びが、完全に十字架にあがなわれたからです。だからもう悲しみは悲しみに終わらない。主を賛美するものとして新しくされたんです。怒りも嘆きも口さえも主の賛美とされました。その闇が必要だったとまで言われる主の愛があるんです。白と黒の十字架が完成するために必要だったのですから。そんな白と黒の十字架の恵みを思いながら、ふと、私が拾ったものよ、私が持ちようっていう言葉をもう一回考えてみたんです。そうだよな、私が拾ったものよ、私が持ちようっていうのは、白と黒の十字架のことだったんじゃないかって気づきました。真っ黒なものを拾い、真っ黒なままで持ちよう、白とされるという、そんな神様の祈りを思ったからです。ああ、主の愛の言葉だったんだな。白い鳩の願いっていうのは、この短い言葉の中にあったんだな。
僕はそう受け止めました。新しい賛美で許しを御よの切れを賛美する前に、この御子さん、この賛美について御子さんが書かれた文章を読みたいと思います。写してもらっていいでしょうか。痛みや怒りや嘆きや愚痴が賛美しているのを見るのは主の許しを見ること、痛みや怒りが賛美するものにされたと信じることは主の許しのなった世界を見ることである。痛みや怒りが許された喜びを歌うのは神の喜びである。戦争のただ中にある痛みや怒り嘆きが賛美している姿をイメージし祈るのは難しいことであるが、それが神が願われていることだと思う。新曲の許しを御よの切れを賛美したいと思います。この賛美をしていると、十字架って
本当にこんなに深いものだったんだなってそう思いました。神様の深い癒しが本当に嬉しかったです。痛みや怒りや嘆き、口が賛美しているということは、一人一人の中に白と黒の十字架がなっているっていうことですよね。一人一人の人生にある瓦礫と思えるような痛みが、今キリストイエス様の光にさらされて賛美となり、イエス様の復活の命に生かされている、その時が来たのだと信じます。それは私たちのすべてが賛美とされ、私たち一人一人がのうちに風の教会が立つということだと信じます。小さな小さな風の教会の賛美をしながら献金をしたいと思います。キリストイエス様、あなたの賛美を、そして風の教会をありがとうございます。そして全国全世界に置かれている一つ一つの小さな小さな風の教会を、主をありがとうございます。あなたの働きのために献金を捧げます。主をどうぞあなたの願いのために使ってください。イエス様によって祈ります。アーメン。神様は今、風の教会の宇宙礼拝から賛美を全地に届けていてくださっています。風の教会から流れるこの賛美の響きが、この時代の闇に命を届けて救う鍵を握っています。風の教会は南芦浜の瓦礫の上に建てられました。しかし風の教会はただの建物ではありません。霊的な意味で天と地が一つとされる神様の命が現れるところです。今地に生きている私たちだけではありません。天に帰った者、者たちも共に礼拝できるところです。その風の教会から全国全世界の小さな
小さな風の教会から賛美が捧げられ、その賛美が一つに束ねられて闇に届けられ、光を届けていきます。地震を起こすエネルギーに届き、血の痛みを癒していきます。そして若者たちの心に本当の希望を注いでくれます。本当にこの賛美を感謝したいと思います。そしてこの命の流れが激しく深く注がれますように思いながら、命の流れのアレルヤを一緒に賛美したいと思います。父なる神様の愛、御子キリストイエス様の平和、聖霊なる神様の憐れみ、全地に私たち一同に豊かにありますように。アーメン。